豊川稲荷大阪別院は大阪市天皇寺区にある総当州の寺院である。正式な事業は観音寺。豊川稲荷明源寺の別院である。明治31年、付近の地主であった萩谷平がこの地を発展させようと豊川稲荷から空立ちに点を勘定し、稲荷堂を建立したのを始まりとする。その後、明治38年頃に妙源寺では、 松寺の観音寺を当地に移転し、明源寺住職のカス木道を解散として、正式な寺院として、大阪別院を発足したと言われる。二代目住職までは、明源寺から派遣された、院代がその職務に当たっていた。商売繁盛の神として、商業都市大阪の個人商店主から多くの信仰を集めているが、代代わりにより、その様相にも変化が見られるという。 豊川稲荷は、信者のための、ゴ行次第を発行していないが、大阪別院では、明治41年に、ゴ行次第が千部ほどセボンされた。内容は、明源寺を創建した、東海義駅が定めた、唐立二天へのゴ行作法を、在家用に改めたものとなっている。二階建てになっており、一階は、本尊の十一面観音を祀る本堂で、二階が、唐立二天を祀る。 稲荷本殿となっている。二階本殿へは、外部階段を上り直接行くことができる。本殿の横にある奥の院には、平八郎稲荷が祀られる。平八郎は、東海吉駅に仕えた狐で、空立ち二軒の食事の世話をする稲荷という。古代の河原辺が多数出土し、飛鳥時代の寺院跡と推定されている。都来人のくだの子二騎士の氏の宇治寺のく寺では、 ないかと否定されている。須川高道、全州寺院と稲荷信仰、稲荷信仰の研究所再産業新聞社、1985年。豊川本院では、特に平八筆芸を拝むための場所は設けられていない。ありがとうございました。